ハローワールド、世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。今日は某海岸に岡谷と狩りを見に行きました。はい、こんな感じですね。 VR でも一応撮影してます。 VR の動画は、YouTube で別に上げてますので、ぜひチェックお願いします。で、今回はですね、そう、まあこれなんかな、VR だとね、全方位取れるんで、こう餌をね、持ち運ぶオカヤドカリとかを見ることができる。お、引っ張ってますね。こうやって大きいヤドカリが独り占めしようとするルーを持っていくんですけど、小さいヤドカリが食らいついてるっていうシーンですね。頑張りましたね、小さいヤドカリが。で、あ、次もね、少し大きい、これはオカヤドカリかな、触覚がオレンジなので、ですね、彼がスルルを持ち運ぼうとしているときに、そう、他のヤドカリが匂いを嗅ぎつけて、ね、食らいついて、で、このオカヤドカリを、あ、スルルを挟んで、このオカヤドカリは多分スルルを持っていないことに気づいてないで、ずっと奥まで行ってますね。あ、手前にもまだ実際スルルを運んでるオカヤドカリがいますね。VR だと、こういう映像を見ることができましたね。やっぱ VR が結構風景を定点するには面白いですね。あ、で、これはなんだ。あ、ここのスルルにはもうオカヤドカリが群がる前に、あの、アリですね、アシナガキアリだったかな、この足の中にちっちゃい、あの茶色のアリが沖縄にはいるんですけど、まあ、外来種なんですけど、これがどこにでもいて、これが群がってしまうとオカヤドカリはスルルにを食べることができないんですよ。嫌がるんですよね、このアリに群がられることが。ちょっと早送りしてみましょうか。はい、100倍速ですね。そこの、あ、ちっちゃいヤドカリが頑張ってますね。あ、でもそうですね、関節が小さいから、小さいヤドカリはまだ大丈夫なのかな。で、そうですね、誰もスルルには近づけなくなりましたね。あ、こうやって頑張ってスルルに近づこうとするけどアリの猛攻にあって、こうやって逃げてしまう、たどり着けない感じですね。逃げていきましたね。やっぱ噛まれたりするのかな、多分。どうなんだろう。はい、次見ていきましょう。あ、で、これがサバですね。冷蔵庫にちょっと古いサバがあったんですけど、それを料理してやったんですけど、やっぱ匂いがちょっと食べれないなっていう匂いだったので、そう、この日海に持ってきてちょっと置いてみました。味付けしてるんですけど、まあ、ちょこちょこオカヤドカリは集まってきてますね。ちょっと早送りします。でも、それでもやっぱりなんかサンマとかスルルとか何もしてない、腐ってなくて味付けもしてない餌よりかはちょっと集まりが悪い感じですね。で、結局なんか誰も食べなくなりましたね。うん、やっぱ味も腐ってるのよりかは、腐ってない餌の方が結構オカヤドカリは好んで食べるみたいですね。はい、次行きます。あ、で、次がスルルですね。ちょっと陸側に近かったので、あ、持ち運んでますね。あー、やっぱアリに負けましたね。で、陸に餌を置くと
アリと岡谷盛りの攻防が見れますね。で、この時期は8月の後半だったんで、岡谷盛りも結構陸に帰ってる個体が多くて、そして密度が低いので、アリに超えて負けちゃうシーンも多々ありましたね。1匹持っていけたかな、スルル。これぐらいのアリ密度になる、なると、そしてこのサイズのオカヤドカリは多分スルル持っていけてないですね。負けちゃいますね。ちょっと早送りします。はい、やっぱり誰もスルルには近づけてないですね。あ、で、ここで、なんていうか、雲が来ましたね。お家とかにもよる足の長い雲かな。雲もやっぱアリは天敵なんで、食べるというよりかは、この群れのアリには逃げてますね。で、次行きます。で、次がリンゴですね。丸々一個。自分リンゴ好きなんで、岡谷とかにも好きかなと思って置いてみたんですけど、早送りちょっとしてみますね。で、こんな感じで全然、食べられなかったですね。なんか陸に上がってるゴーヤとかがたまにあるんですけど、それとかにはちょっと群がったり、あと海藻とかは普通に群がったりしてるので、植物性のなんかこういうのを食べるかなと思ったんですけど、どうなんですかね。で、なんで置いたかっていうと、このリンゴを。理由があって、この海域にマングースが、結構住んでて、そいつが餌を置くと、サンマですね、サンマを置くと、持って行ってしまうんですよね。なので、今回はその、マングースが持っていかない餌って何だろうと思って、リンゴとか用意したんですけど、岡谷とかりにも不人気だったってことですね。一応別でキウイフルーツも置いてみたんですけど、これもダメでしたね。もう少し傷ついたりして匂いが出てくると、もしかしたら食べるのかもしれないですね。なかなか難しいですね。あ、で、これがおまけですね。これは去年の夏なんですけど、このね、ヤシガニがヤシの実に向かって海岸線を歩いてきてたんですよ。これはバレないように遠くから撮影してるんですけど、こうやって植物性の前、この時のヤシは中身がなくて、ね、何十分か後に離れていったんですけど、こうやって見えないように近づいてるんで、このヤドカリの顔が映ってないですけど、もう結構腕がプルプルでしたね、この撮影してる時は。そーっとそーっと近づいて、この距離まで視界に入らないように近づいて撮影してました。こうやってヤシの実のも食べるので、リンゴとかキウイも食べると思ったんですけど、今回は残念、食べなかったですね。ってことで終わりですね。また。まだ続いてますね。あいちゃう、これの。それで、この、ヤシの実を、このヤシガニが探って、中身がなかったんで、また森の中へ移動したんですけど、そう、これも岩の裏側に体を隠して、スマホだけこう手を伸ばして、岡谷盛りを撮影してる状態で、結構しんどい体勢でずっと、そう、こんな感じですね。なるべく気づかれないように、この岡谷盛りにカメラを向けて、
カメラ越しに俺は岡谷だかりを見てる感じ、あ、ヤシガニを見てる感じで、ハサミも大きいんでね、ちょっと怖かったんですけどね。そう、なんか綺麗な色してますよね。あ、でもここから動かなくなったんで、そう、自分はまたあのね、海に行って、それでまた、まあ1時間後ぐらいですね、まだおか、ヤシガニいるかなってことで、そーっと近づいて見に行ったんですけど、またいたという。多分日が暗くなるのを待ってまた海に向かうと思われます。はい、終わりです。はい、今回は以上ですね。まあ5月のだいたい分かってきたんですけど、だいたい梅雨前、5月後半ぐらいから、まあ5月ぐらいから岡谷だかりは陸に集まってきて、8月後半からまた陸に帰っていくっていう感じですね。なんでこの日はもう、まあ、活動している岡谷だかりは、まあ、冬とかに比べると多いんですけど、まあ、全盛期に比べると少なくなっていますね。なので結構の数がやっぱ陸に依存しているって言いますよね。なのでここは海岸が自然の、まあ、林森とちゃんと隣接してるんで、結構な岡谷だかりが産卵期には訪れるんですけど、やっぱ護岸とかがコンクリートで打ってあるとやっぱ数は急激に少なくなりますよね。はい、以上ですね。あ、ナレーションしてみて、まあ滑舌がとっても悪いのでめっちゃ聞きづらいと思うんですけど、日に日に向上させていきたいので、まあ聞きづらいと思ったらボリュームをオフにしてまあ見る人いないからいいと思うけど、うん、滑舌の問題をどうにかしたいですね。眠くなるとさらに今みたいにこんな感じで滑舌が絶望的な感じになるので、あ、やっぱ人と喋ってないからこんななるんですかね。もっと人とコミュニケーションを取っていったら滑舌が良くなっていったのかな、まあ、分からないですね。というわけでまた次回ですね。